雨の日も風の日もいろいろあるのが人生さ。嘆かずにくじけずに明日を夢見て歌おうよ。お元気ですか？源哲也です。今回の旅の道連れはこの方です。はい梅谷心です。よろしくお願いします。はい、ようこそ。今回の道連れは福岡県出身、令和の昭和歌謡少女、梅谷心さんです。幼い頃から演歌や昭和歌謡を聴いて育ち、中でも美空ひばりが大好きで、その知識は美空ひばり博士としてテレビ番組に何度も出演するほど。またカラオケ番組では100点満点を獲得。歌唱力の高さでも大きな話題となりました。そんな梅谷さんは今年7月、源さん作曲の磐越西線一人でデビュー。現在16歳の現役高校生です。なんと初めてなんですね、石川県は。そうなんです。もう来るのが本当に初めてで、ね、もう今日、どんなところなんだろうもうワクワクしながらやってきて、もうおしゃれなもう街並みですし、空が広い、ね、空気が美味しい、ね、心ちゃんはいろんな趣味を持ってるんだけれども、その中の一つに銭湯巡りっていうのは書いてあったんだけど、マジ？マジです。あの銭湯巡りがもう大好きで、ね、もう東京の方でも、もういろんな、もういろんな近所からちょっと遠いところまで行ってます、まあ、今若い人たちはなかなかこう銭湯離れっていうのをよく聞くんだけども、銭湯での交流、はい、交流ね、もう、あの、お姉さんたちと一緒にちょっと一緒にサウナに入って入ったり、ちょっと、みんな言葉にはしないけどすごい耐えて競争みたいになってたりするんですよ、途中から誰が先に出るかみたいな、まあ、私がやっぱあの下っ端なので先にあのリタイアしちゃうんですけど、まあ、そういう、あの、今日暑いねとかっていうお話できるのが大好きで、あの、この石川、特にこの、あの、石川県ね、はい、はあの、この銭湯王国っていうかね、はい、あの、もう銭湯に親しむ文化、昔からね、またあの東京とかあの関東なんかであの銭湯をあの経営 されてる人もね、石川県出身の人がすごく多いんですよ。そうなんですか、そういう文化、銭湯文化なんだろうね。じゃあもしかしたら私が、いつも入っている銭湯とかも、石川県の人かもしれない。じゃあもう、ね、なおさら今日は楽しみです ね銭湯というとまず何を思い出しますか？私はやっぱ、コーヒー牛乳、コーヒー牛乳かですかね。これタオル巻いてこれとお風呂上がりに上がりに皆さんのところに飲んだりとかするのが、なるほど、最高で、なるほど、めちゃくちゃ気持ちよくて、私のルーティンです。なるほど。今日はこの後ろにありますね、この諸江の湯、はい、この銭湯さんはね、はい、お客様たちを喜ばせてくれる、和ませてくれる、いろんな工夫がしてある銭湯なんです、はい、ね。早速行ってみたいと思います。はい、行ってみましょう行ってみましょう。はい、諸江の湯にお邪魔しましょう。おしゃれ、入浴料金どうですか？東京の銭湯の料金と比べてかなり安いです。安いですか？東京の銭湯いろいろ行ってるんですけど、なかなかもう見れない、見れない値段になってます、ね。まあ、優しい。僕らが銭湯に通った頃はこういう入浴券とかこういう自動販売機あれはなかったもんな。機械化してなかったな。あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。千里さんと咲さん、咲子さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、ご兄弟、はい、ね、なんか双子みたいな最近よく言われます、ね、よく言われます、ね、
綺麗なお姉さんたちがこちらのこの諸江の湯を営んでいらっしゃるんですか？父と母が、はい、昭和57年創業、はい、57年、スペイン今43年目になります。43年目、はい、こちらでもうずっと43年。そうです。すごいなんかあの今どきな雰囲気を感じたんですけど、あの一度改装していて、姉が若い人たちが入りやすい銭湯を作りたいっていう気持ちがすごく強くて、でもとにかくおしゃれにしましょうっていう。充実してますね。そうですね。あ、ちょっと欲しいなって思うものがありますか？なるほど。シャッと、シャッと、シャッとね。それ安心するだろうなと思って。目線が、戦闘好きの目線なので。やっぱりお湯が気になりますよね。そうですね。ね、私もいろいろな銭湯に行って、ここの、お湯はなるほどこういう匂いなんだね、なるほど、滑らかだとかっていう、なるほどなるほど、すごい楽しみにしてワクワクしております。富士山のタイルとかはよく見かけるんですけど、すごいなんかお上品なタイルの、スペインタイルって言って、スペインから取り寄せたタイルだと父が自慢してました。スペインタイル、あちらもめちゃくちゃ気になって、なかなかこうやってあの人物のタイルの絵を飾ってるとこ初めて。普通だいたいあの富士山多いよね。父と母がこういうあの爽やかな感じが大好きで、これを選んだという。最高です。床もすごいおしゃれですね。珍しいですよね。珍しいです。細かいタイルはこだわりが見えますね。結構年季が入ってます。年季が、それがまたいいんですよ。銭湯好きとしてはこのちょっとやっぱ時代を感じられるようなタイルとか色味とかっていうのがたまんないです。そしてこちらも諸江の湯名物、毎日変わるという変わり湯。この日はなんと水素焙煎コーヒー風呂。初めて見るお湯に梅谷さん大興奮です。触ってみてください。なんかすごい、いいですか？よかったら香ってみてください。あ、しっかりコーヒー、コーヒー牛乳とかもう本物の、そうなんです、本物のコーヒー。あ、本当だ。コーヒー豆、こちらから出てるんですか？めっちゃいい匂い。これちょっと初め、ちょっとすごいですよね。ちょっとコーヒー風呂って、そう、世界初。そうですよ。普通のコーヒーと違うね。金沢大学のコーヒー博士っていう広瀬先生がいて、その方がうちのためにお風呂に入れるため用に焙煎してくれたの。なるほど。本当ですか？香りと、あと美肌も、美肌って、先生言ってますね。あと水素で焙煎してあるんで、あの酸化しにくい豆なんですよ。なので香りがずっと届く。この水素焙煎のコーヒー風呂はとっても貴重なお風呂です。月に数回しかない。出会えてよかった。そう、コーヒー風呂です。助かった。来てもう少し触ってください。どうぞどうぞ。もうちょっと味わっていかないと。めちゃくちゃなんかこれだけで少しなんかリッチな気分を味わえますね。もう最高ですね。このままもう寝そうです。このまま寝ちゃいそうですよね。お風呂出た後ね。お風呂出た後こうやってキャー。でこちらはそのゆったりとちょっと、はい、癒しのスペースですね。はい。これはどなたの発案でこのコーナーを作られたんですか？私です。さすが。若い子たち の、うんうん、あのちょっと銭湯離れっていうのが結構あの聞いていて、じゃあちょっと若い子とかあの家族連れの方も気軽に来ていただけたらいいなと思って、ちょっとあのくつろげるスペースと、を作りました。コロちゃんはね、まだ10代で、でも銭湯も大好き少女なんですけど、普通銭湯ってみんなおじいちゃんとかおばあちゃんとか、ちょっとこう年配の方たちが多いと思うんですけど、でもこういうスペースがあると、
家族でこう行ってみたいと思うでしょうね。そうですね。なんかこのスペースを作ってからすごいご家族とか若い方が増えて、すごい嬉しいです。これはもう若者の心キャッチしますね。キャッチしました。ずっと一日中ここにいたいぐらい。あ、嬉しいです。これでやっぱり心ちゃん、はい、コーヒー牛乳かなんか、そうコーヒーここでこうやって飲んだらもうコーヒー牛乳一本お願いします。コーヒー牛乳もお好きかと思われるんですけど、大好きです。うちには特別なアイスがあります。アイス、はい、アイスキャンディが。アイスキャンディ、はい、2人で姉妹で手作りをしている。手作り、手作り名付けて銭湯アイスがございます。アイス大好きです。本当ですか。めちゃくちゃ可愛い。これが手作りの。そうですね。一応お名前がポカポカアイスポップっていう名前になる。ポカポカアイスポップ。めちゃくちゃカラフルでいろんなフルーツが入ってるんですけど、これは手作り。手作りです。いや大変そう。美味しそう。愛情たっぷりです。オレンジと能登産のブルーベリーを使ったヨーグルトのアイスをいただきます。そのお味は。ヨーグルトも入ってますですよね。ヨーグルト、ブルーベリー。オレンジがすごい口の中を爽やかにしてくれます。ちゃんとこのブルーベリーの味、うん、ヨーグルトの味っていうのが分かりやすくて、でも全部すごい自然に口の中に入ってくるのがもう 最高ですね。嬉しいです。止まらないですね。さっきはずっと食べちゃう。カロリーもすごい好きなんです。あ、女性に優しい。優しい。サラダ感覚で食べられるヘルシーな手作りアイスには姉妹のこだわりがぎゅっと詰まっていました。まずは何といっても見た目、見た目とにかく可愛らしくっていうの、うん、それから実はこのフルーツ、うん、フレッシュなんですよ。生フレッシュフルーツ、うんうん、ここにも2つついてますけど、うんうん、かわいいですね。本当はアイスって加熱殺菌しなければならないんですけど、可愛らしさを出すために、それから栄養素を壊さないために非加熱でさせてほしいと言って、はい、あの厚生労働省に直談判に行きまして、それで許可いただいて、うん、作ってます。意思を貫いた感じですね。お風呂上がりに地元の食材 地元の食材で、ここでしか味わえない。そうです。本当に、アイスですよね。サウナに入ってお湯に浸かって汗をいっぱい出して栄養補給、うん、はい、最高。本当に歌の方可愛いから結構癒されます。癒される、うん、写真撮りたくなりますもんね。こういう キーホルダーみたいなのがあってもおかしくないみたいな。なるほど、考えます。ぜひミニチュア出たら絶対買います。はい、まあ、島に、ね、はい、にとっては、はい、ご兄弟にとってはもう子供の頃からもうお父さんたちがやられていた、まあ、職場ですよね、はい。まあ、これからのなんか夢、抱負はありますか？私たちは結構もうお風呂でお友達ができて、うん、お風呂に入りに来てくれる子供同士でお友達ができて、うん、でどんどん大きくなって、うん、そのお父さん、ね、お母さんたちとお風呂で喋って、はいはい、で今でもお風呂で会ったりすると、うん、なんか子供ができたよとか、うん、そういうおしゃべりをする、なんて言うんだろう、会話が生まれる場所、うん、なるほどね、を持ってになってばいいなって思ってます。僕はね、東京でね、新宿区のその銭湯5、6軒かな、銭湯のこういう脱衣場で、はい、僕昔売れない歌手時代がありましたね。そこでギター弾きながらライブを、銭湯ライブっていうのをやったんですけど、なんかそういう音楽もなんか楽しめるとか、そういうことは考えないですか？ぜひ現在もぜひ歌いたりで今度来た時はギターも、じゃあ現さんに弾いていただいて、ここの歌いたい銭湯ライブ、銭湯ライブぜひお願いしたいです。食べたいです。あ、食べたい。そうだね。
僕なんかはねお風呂のないアパートだったんで、はい、だから親子3人でこう銭湯に行くわけですよ、はい、でね僕が行ってたその銭湯のねお風呂屋さんの前にねおでん屋さんがあってねおでん屋さんそうで特に冬なんかその、銭湯から出てからそのおでんを食べるのがね楽しくてね銭湯会をしましたけれども心ちゃんが銭湯が好きっていうのは意外だったなあ本当ですか本当にいろいろなところに東京でも行って、であここはこういう、うんうんタイル、うん、こういう世界観だなとかっていうのを見たりとかしていたので、はいはいはい、本日もちょっとびっくりしたんですよ、うん、こうやってすごいおしゃれで、うん、おしゃれなんだけど、うん、ちゃんとお湯とか、うん、そして壁のタイルとかもこだわっていて、うんね、今ハンモックがあってキャンディー食べてもうなんかすごい幸せで、うん、今もほかほかしていますし幸せ感いっぱい幸せで、うん、こういう細かいところ細かいこだわりがね、うん、見れてなんか銭湯好きとしてすごい感動しました、うん、なるほど銭湯ってやっぱり知らない人同士でも裸の付き合いというかそうです、ね、なんか話がこう気楽にできちゃったりするじゃない心ちゃんはそういうこうお風呂に入りながら隣にいるおばちゃんたちとこうお話したりとかってするタイプそれとも静かに入ってるタイプめちゃくちゃ話すタイプなんですん入りながら銭湯って日によってちょっとお湯の温度が絶妙に違ったりするんです、うん、それをこれ、うん、皆さん毎日来てるから分かるので、うんねえねえ、うん今日なんかいつもとお湯の温度違う気がしない、うん、今日はいつもより暑いわねとか、うん、水風呂の方はちょっと今日は、ね、優しめだったわよとか、話したりとかちゃんと今日なんかえらいこもってますねみたいな話とかをしてどんどん覚えて、うん、あ今日もいらっしゃるみたいな、うん、あ今日もみたいな話すのが大好きですそうかまあでも心ちゃんと出会って丸2年になるかな。もう15歳の時だよね。はい、15歳初めて来たのね、あったのね、はい。だから中学3年生の時だったのね。そうですね。もう本当、ね、初対面はもう怖くて。怖くて。もう教室に入った瞬間、すごい優しくて、もう今でも本当変わらず優しいんですけど、もうこの、うん、入った瞬間のこのオーラが。うんすごくてもう一気に潰れそうな感じだったんですよ。いやもう僕は心ちゃんと初めて会った時からね、いやなんか大物になりそうな予感がしたのよその時から。本当ですか。本当にあこれは歌謡界これからの時代の歌謡界を背負って立つ女の子になるその資質っていうか素質っていうのか、はい雰囲気ムードを持ってる子だなと。だからデビュー曲をそのスタッフ、プロデューサーの担当のディレクターの皆さんたちと、デビュー曲をどんなタイプのものを作ろうかっていって考えた時にはやっぱり詩の内容としては、15歳16歳の、まだ少女と言われている心ちゃんがこれから歌謡界という荒波なのか あるいはその道のり険しい道のりなのかこれから旅立つ一つのテーマとして旅というものをテーマにして歌を作ろうということで、道の駅は、福島、会津の鉄道、はい磐越西線というのをモデルにした歌をね、はい作ったわけですけれども、自分がその歌をもらった時 手渡された時に心ちゃんはどう思いました？まず聞いたときは、すっごいこのドラマチック で、まあ、年も16、若すぎるっていう、この私の、まあ、ちょっと背伸びしたような等身大で歌える曲だなって思ったのと、すっごい難しい曲をいただいたなっていうのがあって、メロディーとか、このすっごい繊細に作られていて、でサビはダイナミックに音域の幅も動いて、でこの曲をどうやって歌ったら、こうやってこの
感情の動きっていうのを表現できるだろうかっていう。そしてまたあの、うん、初めて聞いた時この源先生がもう歌われてその声が入っていたじゃないですか。すでに完成されててどうしようみたいな、ここからどうやって私らしく歌っていこうみたいなところにも苦戦しました。でも随分あのもう熱心にねあのレッスンにも稽古に通ってくれて、本当にあの梅谷心らしさ心ワールドをあの作って、プロの歌手としてのスタートを切ったわけで、あれから丸1年そうです ねもう本当にあのそばで見ていてもなんかこう順調に、こう成長している姿を見ていてとても安心するし喜んでもいるんだけども、今日はぜひこのサロンで、ぜひじゃあ一曲歌を聴かせてもらおうかな。はあ、いいです、はい、ありがとうございます。恋をなくして人はなぜ北の旅路を選ぶのでしょう。年も16若すぎる私初めて一人旅、こんな日来るために愛を捧げたわけじゃない、万越再生16歳にしてあの歌声とあの語り口、まあ、いろんなものに興味を持つということは人間の幅を広めることなんですね。次回は音楽の幅をもっと広めてもらうために懐かしい蓄音機の時代に心ちゃんをお誘いします。